お願いします。武蔵小山商店街。はい、わかりました。今日は美味しい焼肉じゃない、美味しい焼き鳥を求めて武蔵小山商店街に来ましたね。来ましたよ。ほらもうドンピシャ。ドンピシャですか。今日やってきたのはここ武蔵小山商店街にある、はい、鳥湯っていう、はい、立ち食いのここですね。はい、焼き鳥屋さんです。お、今日はついてますね。やっぱね、骨立ったままで美味しかった。はい、乾杯。美味しい。いっぱい食べました。美味しかった。美味しかった。なんかね、すごい満足感のある焼き鳥なんだよね。こっちですよ。あれ、あそこにね、パン屋さんのコッペパン屋さんが特徴になってます。ここです。王様とイチゴ。入りましょう。コーヒー飲みましょう。キングパフェがある。3300円。すいません、2人です。はい、この喫茶店何を頼みましたか。シャンボパイを頼みました。はい、ありがとうございます。これどのぐらい、100グラムぐらい。わかんな。キングが3。食べれるんですか、こんな。これは全然余裕なんだよね。キングでいけるかどうかはね、お腹次第なんでね。確かダイエット中ではなかったですか。これはやっぱりダイエットパッケージです。いただきます。今日はチートデーということで。毎日がチートデーね。でけえよ。ジャンボパフェ。イエイ。本当ね、キングパフェ 3.8 キロ、3点何キロ行ってみたいんだよね。どんなパフェですか。これ。はい。3.5 キロか。約 3.5 キロのキングパフェ3000円。で、今回は違うんですよ。ジャンボパフェこっちに来たんです。ちっちゃい方。ちっちゃいのにジャンボパフェなの。そうで、680円激安。こっちはね、お腹もうちょっとね、今ご飯食べてきちゃったんで、食べてない時で食べれる時にちょっとチャレンジしたいな。これで今日ね、甘さを確認しておこうかな。次回のチャレンジですね。次回のチャレンジです。じゃあ次回そんな動画も上げられたらいいかなと思うんですけど、今はジャンボパフェいただきます。どうですか、お味は。うん、アイスだす。このソフトね。どれ。ソフト。このね、しっかりした。飛んだ。好きなタイプだね。なんかこの安いからね、安っぽいのかと思うかもしれないけど、しっかりとしたねソフトクリーム、美味しい。中身も見てみて、空洞一切なし。嬉しそうですね。なんかね、ちょっとチャリチャリ感があるソフトクリームのタイプで、ミルクの味しっかりします。うん、美味しい。はい、ナポリタンが来ました。ナポリタンももりもりだね。
なんかどう比べてわかるかな、写真だとさ写んないかもしれないからさ、手に置いてみた。ほかほかもりもり美味しそう。このお得感半端ないね。おいたん食べます。うん。おいしい。下町の味だね。そのラーメンみたいな食べ方がいいですね。おいしい。美味しそうだもん。ほら、こんなに食べたのにまだこんなにいっぱいある。うん。美味しい。食べたの？夏中じゃないですか、うん、なんだろう、このさこういうナポリが食べたいんですよ。ナポリタンってなんか酸っぱかったりとかで薄かったりとか結構難しいパスタだったでしょうんですけど、ちょうどいい酸味、あのね酸味もきつくない。学校給食です。味はあの酸味も少なくて食べやすくて、この後ね、なんだろう、なんかべちょっとしてないんだよね。しっかりとねしてる。ほら、汁がすごいわけでもなくて、うん、トマト感がしっかりある。ん？あ、ソーセージをまた美味しそうなソーセージ。うん、美味しい。これはね、美味しい。フードファイターなおこですね。見ましたね。ジャンボパフェをどうですか感想は。うん、あのリアルな話をするとすごく寒くて鳥肌が半端ない。そのね、あの味以外の方は聞いてないんですよ。もうね、寒くなかったらこれね、キングカフェパフェいける。私多分あの甘くないんですよ。はい、いけるんだ。これはいける。ちょっとあったかいコーヒー飲んだ方がいいんじゃないですか。ね、もう寒くてね、もうあの肩ガチガチ。本当に寒いわ。まだね。次はもうちょっとね、あったかい格好をして。格好が問題あるんですか。あるある、もう寒くて寒くてしょうがない。なんかちょっと言い訳っぽく聞こえますね。ね、聞こえる？本当に見てよ、この鳥肌。見えません。見えない、映ってないの、鳥肌が。それ感動で鳥肌ってやつ。寒くてしょうがない、もう。寒くて、あの唇が閉まんないぐらい寒い。締まりが悪いですね。あ、ほぼ完食ということで。はい、恐るべし食欲ですね。まだケーキ、うん、ケーキはね、結構うまいから、そんないっぱい食べれないけど、このパフェは、ちょうどいい甘さ。